ちらで、このスイッチを押すだけです。こちらでは DNA ワクチンといいまして、遺伝子の情報を使ってそれを生体の中に投与して、その遺伝子の情報からタンパクを作らせるようなタイプの、そういうタイプのワクチンの開発をしています。約10年ぐらいかけて、火薬を駆動力として針のない注射器ですけれども、生体の中に効率よく、遺伝子を入れるということを、ずっと開発してきましたので、今回それを、このコロナ、新型コロナに対する DNA ワクチンの時に、応用したいということで、企業の方と一緒に進めています。こちらは、コンテナユニットになります。そのこの、先のアダプター部分に薬液を注入しまして、そしてこのロッドを引くことで薬液をコンテナ内に充填いたします。で、充填した後にアクチュエーターにセットします。そしてこちらの制御ユニットに装着し、こちらがブルーになりますと準備が整ったということになります。その後にこちらの射出ボタンを押すことで薬液が射出されます。火薬を非常に微量を使うことによって、皮膚の一番浅いところにある皮内という場所に効率よくその遺伝子を入れるという方法も既に確立できていましたので、その場合火薬の量は非常に少ないので音もしませんし、安全性に関してもその企業が培ってきた技術でかなり高い安全性が担保されているというふうに聞いております。